ずっと昨日の夕方ぐらいから。何が言いたいかっていうと、あ、もう眠いよね、もう眠いなっていう。ごめん、充電が 20% だよっていう報告が来ましたわ。昨日のね、夕方から永遠に起きてるんですよ私。だからもう眠いなっていう感情がもうね、ない。もはや眠くないみたいな、そういう気持ちでいっぱいです。本当は風呂入って、さっき帰ってきたんですよ。だからお風呂入ってご飯パッサッて食べて寝ようって思ったんだけど、なんかやっぱみんなが呼んでる気がした。みんなが配信ないかなって呼んでる気がしたのだからちょっとしちゃったよね。アンパンマンのごとく呼ばれてる気がした。オクパンマン T シャツ派手派手、かわいいでしょ。これ着てたらね、誰だっけ、福留だっけ、レイちゃんだっけに、ね、「ノブさん」みたいな T シャツ欲しいんですよね、どこに売ってるんですかって言ったから「アディダスです」って言いました。これはアディダスです。矢野の好きな派手派手 T シャツや派手派手上着は全部アディダスにあります。そういう欲望を捨てる技を身につく。いや、まずね、あのコスメも欲しいし、服も欲しい、そして轟のグッズも欲しい。あ、映画見ました。轟のグッズも欲しい。だから煩悩を捨てきらなきゃならないのです。あのズはマイルスです。いやー、轟超かっけー。でもかっちゃんもなかなかかっこいいけど、なかなかかっこよかったけど、やっぱ一番は轟。でもロディもかっこよかったよ。ロディもかっこよかったんだけど、でも轟、うんって感じ。やっぱかっこよかったよ。こんにちは、こんにちは。あの前からずっとね、狙ってる服があって、 H&M なんですけど、あのめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、あのコラボの服があって、なんかいや、これは買うべきだなと思って。でも自分で見に行けなかったから、あのなかなかね、買う機会はなかったんですけど、今日見たらマジで可愛かったから、やっぱ買うしかないなと思って、明日買いに行こうかな。サイズがね、ズボンとセットアップだから、セットアップだから、そのサイズがさ、よく分かんないから、着てみないと分かんなかったんですけど、そう、何とコラボ？なんかね、そのなんだっけ、なんとかなんとかチック、なんとかシックみたいな、その場で買わなかったのよく耐えた。ね、あのポルジョ買ってたからポルジョ買ってたから、さすがにね、抑えたよね。エキゾチック、なんだっけな、コラボです。いっちゃんネームとコラボしてるところ、ちょっと調べてみて、忘れちゃった。なんとかなんとか、売り切れてなければいいけど、多分大丈夫、在庫結構あったから、まあ、明日行くしね。なの明日行くそうよね。足長いくせにね、足長いくせにウエスト細いから、ズボンのサイズめっちゃ難しいんですよ。全然自慢とかじゃない、自慢とかじゃないんですけど、全然自慢とかじゃないですけど、あのズボンね、あの足長くて、まあ、ウエストが細いから
私の学校の制服が特注なようにとてもとても難しいのです。海外サイズはちょうどいい。あと今日めっちゃ可愛い服あって、めっちゃ可愛い服あって、本当になんかレザーでオールインワンで、なんか夏も冬も秋も冬春も使えますみたいな。え、待って、可愛くねみたいな思ったんですけど、グッとこらえた。やっぱグッとこらえることを覚えたから、ヒアノは我慢って大事だなと思って。アリアス、今日はアリアスです。今日もうか、制服の靴って私が、あのね、サイズがないのよ。なんか長さで選んだらウエストブカブカだし、ウエストで選んだら長さが短いっていうあれなんで、レザーのなんで薄、結構薄めの素材だから夏でもいけるみたいな感じ。弟くんマジで好き。弟くんマジでどうなんだろう、わかんない。弟くんはスポーツブランドだったらどこが好きなんだろう。プーマなのかな、ナイキ、わかんない。えっちゃんでのトガーのコラボわかんないです。わかんないけどどっかとコラボ。めっちゃ可愛いから買ったら写真あげます。うちの弟くんはね、可愛いのよ本当に。これさ、みんなに言おうか迷ってたんだけどさ、やっぱ言っちゃおうかなと思ったけど、やっぱ言わないでおくね。多分大丈夫。一昨日はやばかったけど、今日は大丈夫です。遅いから何でも似合う。優しいね、ありがとうね。ゆっくり休めてますか。もう存分に休めてます。存分に休んでます。言わないかい、なんやねん、聞きなさいだよ。いやいや、どうしよっかな、やっぱどうしよっかな。言っちゃう、来年から一緒に暮らせないね。いや、週休で会いに行くわ。どんどん何着ても似合うよね。ありがとう、ありがとう。学校の宿題終わったの？今音楽が頑張ってる。弟さんって星、何だろう、何が入るんだろう。言っちゃう。以前私、弟のことを勝手に芸能事務所のオーディションに送って、めちゃくちゃ怒られたんですよ弟に。まあ、そういう過去が、そういうね経歴があるんですよ私には。勝手に芸能事務所に送って受かっちゃって、その弟が。でなんかオーディションに、そのこの県まで来て、いつどこだっけ、丸々県には来てくれませんか、オーディションしにっていうのが来たんですけど、弟はいやサッカーなんでって断ってたんですけど、まあ、そういう経歴がね私にはあるんですよ。でこの前の先日の家族で焼肉食べに行った日があるんですけど、その時の出来事です。私がね勝手に弟のことを盗撮して TikTok に適当にアカウント作って TikTok に上げたのよ勝手に。そしたらバズってやばいと思って、待ってこれ本当にやばいと思って、どうしようと思ってすぐ非表示にしたんですよ。
すぐ非表示にしてめっちゃ面白くて、もうそれを言うけどはもう誰にも言わない、もう誰にも言わないで、もう弟にも言わないで心の中に秘めておこうと思ったんですけど、あの焼肉食べてる時にあのその TikTok のコメント欄を見たんですよね。その面白すぎて、なんかイケメンとか、これ私の彼氏ですよとか、いや私の彼氏です、これ私の元彼ですみたいな、もう全然知らない人たちからめちゃくちゃ来てて、もうそれが面白すぎて面白すぎて、あの笑っちゃって、ずっと笑っちゃってたんですよ、笑っちゃってて、あのちょっと何みたいな、何って弟にめっちゃ言われて白状したんですよ。すいません、すいません、あげてしまいました、したらバズっちゃいましたみたいな言ったら弟が爆笑してました。コメント欄見てニコニコしてたから、あ、 TikTok はセーフなんだって思いましたあ、あ、事務所はダメだけど TikTok にあげるのは OK なんだと思って、今度また盗撮してこっそりあげたいと思いますめっちゃ面白かったよコメント欄、なんかなんかあの概要欄、コメント欄みたいなとこに弟に彼女できたら泣きますみたいな書いてたら、彼女が多数現れて、弟は全然知らないって言ってて、まあ、もちろん知らないんだろうけど、彼女が多数現れてびっくりぽん、お姉ちゃん泣いちゃう。のんのの弟イケメンそう、ちなみにガチイケメン、かわいいんだようちの弟ほんとに。マジでね、な顔面もまあかわいいんだけど、あの性格かわいいのよ。こんちはこんちは、みんなにね見せびらかしたいもん、部屋の弟のこと可愛いだろあの令和並みに見せびらかしたいよね、こうやって持ちたい。あの温暖化の中で雪丸の弟は面白いで有名だけど、私の弟は可愛いで有名なんで、高校生？いいえ、中3です。メンバーで彼女にふさわしい子いる？いや、たとえメンバーだったとしても無理無理無理です。かっこいいでも可愛い、いやイケメン、イケメンで可愛い顔して可愛いよ。お父さんに彼女できたら面接する？いや、そもそも彼女作らせないから。中学生だもんね、受験生や勉強やってそう。やってんのかな勉強。まあ勉強しなくても顔でいけるんじゃね、知らんけどもういるんじゃね、いやいない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 です。もう弟の担任の先生から、あ担任の先生じゃないわ、弟のなんかその学年の先生からクラスメイトから聞いてるけどいないって言ってます。なんか弟の学校の先生は、うん、奥本はねモテると思う、モテると思うけど、あのずっと男といる、女といるとこ見たことないって言ってたから、ずっと男といるんだと思います。だから男の子同士で遊ぶのが楽しいんだと思います。まあ、サッカー好きだし、
弟はメンバーだったら誰が好きなタイプっぽい、私って言ってた、推しメン私って言ってたから、推しメン私って言ってたから、すまんな、すまんなメンバー。弟の推しメン私なんで言ってたから、言ってたから、姉私ね。弟に彼女できたら言うから、姉私ね言いますから。女子サッカーあったりしないですか？女子サッカーですか？私やったことない。あ、女子サッカー、どういうこと？あると思います。そんな気はあったら周りの女の子ほっとかないでしょ。いや、周りの女の子がほっとかなくても弟がほっといてるから。どっちが背高い？弟の方が背高いです。マジ多分全然違う身長。弟くんは調子に乗るのかタイプなのか分かんない。好きなこと来たら応援したくな、え、やだえ、やだ。でもなんか誰だっけな、さ、き、清野さえさんだっけ、清野、違うな、清野さんかな、今日から俺はに出てたさんちゃんって言ってた、めちゃくちゃさんちゃんって言ってたこの子が好きらしい、この顔面が好きって言ってた。誠意のさなち、せなちさん、誠意のさん、誠意のせなちさん、誠意のせなさんの顔面が可愛いって言ってた。あと、あの東大王のさくらさん、なんだっけ、さくらさんだっけ、東大王のさ、さくらがいいって言った。なんかあのさ、東大のさ、なんかテレビあるやんか、なんかさくらさんみたいな名前、ひかりちゃんかも、ひかりちゃんかもしれない、そうだそうだ、多分ひかりちゃんだ、東大王なんとかひかりちゃんの顔が可愛いって言ってた。なんかでも TikTok の推し聞いてもなんかボーイッシュな方が好きなのかと思いながらも、まあ姉私ね姉私、あ、そうだ、鈴木ひかるさんですね。さくらはどこから来たのか、さくらとひかりってなんか似てるやん、知らんけど T の TikTok 可愛かった、見た、多分見た、 T いつでも可愛いから大丈夫、あれの曲は必要、姉私ねっつって言うから大丈夫。残念だったな、弟の将来のできるか知らんけど。正直お姉ちゃんの影響、そうかも、まあ姉私、
管理すんな、任して。弟が3040超えて独身だったらどうする？パーティーする。めっちゃギャルと付き合い始めたら面接する。高校休学だったら彼女できるかもな。俺の妹も年上の男性と付き合う確率高い。上がいる人って上と付き合いたいのかな。そうなのかな。聞いてみよう。電話しよう今日の夜。自分が年上の彼女連れてきたら。へえ。いやそもそも彼女連れてくる時代に無理だからやろ。弟と私3歳差なんですけど。彼女を家に連れてくる日はそう遠くない。うん、連れてきたら釘バットを作るわ。釘バットを作って後ろからパコーンってする。でも言ってた弟が、いややるさ、今彼女いいのとかめっちゃ聞いてくるけどさ、マジ中学卒業するまでは作んないから高校からするからって言ってた。そんな話し方なの今の。今のモノマネ、あ、全然似てないよ。全然似てないよ今のモノマネは。ちなみにその TikTok でバズった弟の動画をレイちゃんに見せたら、え、イケメンって言ってたから、多分誰から見てもイケメンなんだと思う。温暖化のメンバーもイケメンって言ってた。高校行ったら速攻だね。もう授業参観私が行く。授業参観私が行くから。で、弟のなんか狙ってそうだなって女の子には、あ、姉私って言います。レイちゃんあたり彼女にどう。いや、たとえレイちゃんであっても彼女は無理。友達はオッケー、友達はオッケー。レイちゃんは友達なら、友達ならいいの。高校のほうと違う学校行くのかな。うん、矢野の学校来れない、来れない。あんまり年上と付き合うと親子と間違いや。そんな年上と付き合うことないんじゃない、わかんないけど。いや、もうそもそも彼女作らないと思うよ。私いるしね。ということで、ひやのちゃん眠さの限界ということで、そろそろランキング発表したいと思います。13位ムッチョさん、ありがとうございます。12位、フェラウィング FWDYG3 さん、ありがとうございます。11位は FWDYG5 さん、ありがとうございます。5さん、ありがとうございます。10位、石野ピンポンさん、ありがとうございます。9位、夏だ、ありがとうございます。8位、マシューヒーローさん。マシューヒーローさん、ありがとうございます。7位、大ちゃん、ありがとうございます。6位、ノープロブレムさん、ありがとうございます。5位、スノーさん、ありがとうございます。4位、クラカキンシロさん、ありがとうございます。3位、夢子ボイトさん、ありがとうございます。2位、エイトさん、ありがとうございます。1位は、トゥル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 トゥン。クマシロさんです。ありがとうございます。クマシロさん、ありがとう。なんかこの時間帯にするとまた別のリスナーさん来てくれるから嬉しいね。ということで、キャッチフレーズをしたいと思います。いやがもっともっとって言ったら、あくもっとって言ってください。いきますよ。もっともっとあくもっと、
とうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳、どんどんこと奥本彩です。よろしくお願いします。はい、ということで皆様本日も見てくださってありがとうございました。またやる機会にお会いしましょう。それではバイバーイ。待って、なんだ、なんかテロップ編集をしちゃった。バイバーイ。